こんばんは。時刻は20時を回りました。6月21日水曜日、ウェザーニュースライブムーンのお時間です。この時間の担当は檜山沙耶です。3時間どうぞよろしくお願いいたします。引き続き生放送で最新気象情報をお送りしていきます。今日は6月21日消しですね。消すではないです初っ端から噛みましたけれども全然一文字違うだけで一文字違うだけでかなり意味合いが変わりますよね。違います失礼しました。噛みましたね。噛みまみたですね1年で最も影が短い夏至と言われます。皆さんはいかがで、夏至じゃないです、夏至です。夏に至ると書いて夏至です。いや、まさかねオープニングでこんな飛ばすつもりは全くなかったんですけれども、いや、エンジン全開でしたね。幸先いいスタートですか。いや、自分でも驚いてしまいましたね。え、まあ夏至なんですよ。いや、まさかのオープニングトークになりましたけれども、あ、本当ですか、いいスタートになりました。皆さんお優しいからそう言ってくださるんですよね。まあ、最も影が短い日と言われておりまして、まあ、関東ですとすっきりしない天気でしたのでなかなかそれを味わえなかったと思うんですけれども、皆さんのお住まいの地域いかがでしたでしょうか。先ほどみーちゃんともオレンジロードのリポートをご覧いただきました。まあ、だんだんとねこの朝晩と日中との気温差も大きくなっている時期ですけれども、影の長さからもこの時期を感じやすいかと思いますので、皆さんも味わってみてはいかがでしょうか。夏至のお話でした。はい、夏至のお話でした。まあね、こういう状況でありますけれども、この時間帯も生放送で最新情報をお送りしていきます。もう噛みません。